ヒュドリアに描かれた有力型のテューポーン。紀元前540年頃から紀元前530年頃のカルキディアクロエ式壺へ。ドイツはミュンヘンの州立古代美術博物館所蔵。上のヒュドリアを少し角度を変えてみる。最高神ゼウスが怪物、テューポーンに対峙しており、来帝の一撃を加えようと右腕を振りかざしている。エトロリア湿度のテューポーンのブロンズ像。 紀元前500年頃から紀元前480年頃の作、クリーブランド美術館所蔵、ベンツェスラウス・ホラ・チュポーン、17世紀のヨーロッパ人がイメージしたトゥーポーン。従えているのはハルピュア、ヤ、トゥーポーン、トゥーポース、あるいはトゥーポーエウスはギリシア神話に登場する神とも怪物とも言われる巨人、同神話体系における最大最強の怪物で、 神々の王ゼウスに被験するほどの実力を持ち、そのゼウスを破った唯一の存在でもある。日本語では、長母音を省略して、テュポン、チュポン、テュポエウス、テュポフォン、ティフォンなどとも表記される。羊に関しては、様々な遺伝があるが、最も有名なのは、第一母神ガイアとタルタロスとの愛の子で、ゼウスに対するガイアの怒りから生まれたとするものである。一説ではガイアに、 ゼウスの暴虐を訴えられたヘイラーが彼を懲らしめるためにクロノスからもらった卵から生まれたとする説やヘイラーが一人で産んだという説もある。後者の説ではピュートンはヘイラーから受け取って養育したという話である。巨体は星々と頭が増するほどでその腕は伸ばせば世界の東西の果てにも達した。桃から上は人間と同じであるが桃から 下は巨大な毒蛇がトグろを巻いた形をしているという。底知れぬ力を持ち、その足は決して疲れることがない。肩からは百の蛇の頭が生え、火のように輝く目を持ち、炎を吐いた。またあらゆる種類の声を発することができ、声を発するたびに山々が鳴動したという。古代の壺絵では鳥の翼を持った姿が描かれている。ューポーンは、不死の海女。 エキドナを妻とし、数多くの怪物の父親になった。ヘイシオドスの浸闘記によれば、テューポーンの子供は、オルトロス、ケルベロス、ヒュドラー、キマイラだが、後に多くの怪物が、テューポーンとエキドナの子供とされた。アポロドーロスでは、ネメアーノシシ、フシの百刀竜、プロメテウスの肝臓を喰らうフシのワシ、スピンクス、パイア、 ヒギーヌスにおいてはさらにゴルゴキンヨーモンの守護竜、スキュラオもテューポーンの子供に加えている。テューポーンは、また、多くの荒々しい風を生んだとも言われる。トルコから見た、カシオス山。ゼウスとテューポーンが戦った舞台の一つと、伝えられている。ゼウスが遊兵されたとされる、デルポイのキオン洞窟。ハイモス山美を吹くエトナ山。ゼウスらオリュンポスの神々は、 ティーターのマキアーとギガントマキアーに連勝し、思い上がり始めていた。ガイアにとっては、ティーターンたちもギガスたちも我が子である。それゆえ、これを打ち負かしたゼウスに対して激しく、怒りを覚えたガイアは、罰心のテューポーンを生み落とした。テューポーンはやがてオリュンポスに戦いを挑んだ。ヘイシオドスは、テューポーンとゼウスの戦いの激しさを詳しく描いている。 テューポーンの進撃に対し、ゼウスが雷鳴を轟かせると、大地は愚かタルタロスまで迷動し、足元のオリムポスは揺れた。ゼウスの雷とテューポーンの火炎、両者が発する熱で、大地は炎上し、天と海は煮えたぎった。さらに、両者の戦いによって大地は激しく振動し、冥府を支配するハーデースも、タルタロスに落とされた、ティーターンたちも恐怖したという。 しかしゼウスが、来帝の一撃がテューポーンの百の頭を焼き尽くすと、テューポーンはよろめいて大地に倒れ込み、体は炎に包まれた。この炎の熱気は、ヘイパイストスが溶かした鉄のように大地をことごとく溶解させ、そのままテューポーンをタルタロスへ放り込んだ。対してアポロドーロスは、テューポーンとゼウスの戦いの全貌を次のように語っている。テューポーンは、オルムポスに戦いを挑み、 天空に向けて突進した。迫り来るトゥーポーンを見た神々は恐怖を感じ、動物に姿を変えてエジプトに逃げてしまったという。それゆえ、エジプトの神々は動物の姿をしているとも言われる。これに対し、ゼウスは雷帝や金剛の鎌を用いて応戦した。ゼウスは離れた場所からは雷帝を投じてトゥーポーンを打ち、 接近すると、コンゴーの鎌で切りつけた。激闘の末、シリアのカシオス山へ追い詰められたテューポーンはそこで、反撃に転じ、ゼウスを締め上げて、コンゴーの鎌と雷帝を取り上げ、手足の剣を切り落とした上、デルポイ近くの攻撃を運動窟に閉じ込めてしまう。そしてテューポーンは、ゼウスの剣を熊の皮に隠し、万人として、半獣の竜をデルピネーを置き、自分は、 傷の治療のために、母、ガヤの下へ向かった。ゼウスが囚われたことを知った、ヘルメイスとパーンは、ゼウスの救出に向かい、デルピュネを騙して、手足の剣を盗み出し、ゼウスを治療した。力を取り戻したゼウスは再び、テューポーンと壮絶な戦いを繰り広げ、深手を負わせて追い詰める。テューポーンはゼウスに勝つために、運命の女神モイラたちを脅し、どんな願いも叶うという。 勝利の果実を手に入れたが、その実を食べた途端、テューポーンは力を失ってしまった。実は女神たちがテューポーンに与えたのは、決して望みが叶うことはないという、無情の果実であった。敗走を続けたテューポーンは、トラーキアで、ハイモスさんを持ち上げて、ゼウスに投げつけようとしたが、ゼウスは、来帝で、ハイモスさんを撃ったので逆に、テューポーンを押しつぶし、 山にテューポーンの地がほとばしった。最後は、シケリア島まで追い詰められ、エトナ火山の下敷きにされた。以来、テューポーンがエトナ山の重圧を逃れようともがくたび、噴火が起こるという。ゼウスは、ヘイパイストスにテューポーンの監視を命じ、ヘイパイストスは、テューポーンの首に金とを置き、タイヤの仕事をしているという。 ただし、シケリア島に封印されているのは、エンケラドスとする説もある。アポロドーロスは、トゥーボーンに恐れをなした神々が、動物に姿を変えて、エジプトに逃亡したことについて触れているが、何人かの作家は、この伝承について、より具体的に語っている。オイデウスによると、ゼウスはお羊に、アポローンはカラスに、ディオニウソスはオスヤギに、アルテミスは猫に、 ヘーラーは白い目牛に、ヘルメイスは時に変身した。アントニーヌス・リーベラーリスによると、アポローンは鷹にヘルメイスはコウノトリにアレースは魚に、アルテミスは猫に、ディオニーソスはオスヤギに、ヘーラクレースはソロクにヘーパイストスはオウシにレートウはトガリネズミに変身した。なお、パーン神は強行のあまり上半身がヤギで下半身が魚に、 化けるという集体をさらした。この強行ぶりの伝承がパニックの由来と言われている。語源学や比較言語学によれば古代ギリシア語ウプシロンファイニューに由来し、最終的には逆性のインドヨーロッパソゴ D は2まで遡れる可能性がある。ここで想定された語源は、誇り、モや煙などを意する説当時である。イヘイングピット英語で、 台風を意する、台風運の直接的語源は、初期近代英語のトゥーファンで、これは、インドを中心として、アジア各地を貿易して回ったベネツィア商人で、旅行家のチェーザレ・フェデリッチが翻訳した、ザ・ボヤーチュ・アンド・トロール・オブ、m ーザー・フレデリック、マーチント・オブ・ベニス、イントゥザ・イースト・インディア、アンド・ビヨンド・ザ・インディーズに書出している。そして、この後は1560年頃までに、 初出のポルトガル語タフオに由来すると考えられており、この語が意するところは、嵐、暴風雨、台風である。さらに、タフオの由来はアラビア語に求められ、嵐、台風その他を意味している。この語をさらに遡った先に、最終的な語源と考えられる、関東語、台風がある。そして、これらの経緯のどこかに以下に挙げる語が、 発音なり綴りなりの形で影響した可能性が指摘されている。ゼウスの王権確立とその正当性を称えた新闘機はテューポーンとの戦いに勝利した後にゼウスの王権継承と女神たちとの結婚が歌われて幕を閉じる。ーターンとの戦いではヘカトンケールの力を借りて勝利したゼウスが自らの力でテューポーンを倒すことで 新しい秩序を確立することが語られているのである。平シオドスによれば、ゼウスの王権には、プロメーテウスやメーティスの子供などの危機が存在した。テューポーンとの闘争についても、ゼウスがテューポーンの誕生に気づかなかったなら、テューポーンは人間とか神々の上に君臨したに違いないとさえ、歌っている。しかし、ゼウスは、致命的な事態に陥ることなく、これを迎え撃ち、 勝利する。そこで歌われているのは、潜在的な危機を回避するゼウスの前期性と、テューポーンに勝利する強大さであり、新透期で一貫しているゼウスの優位性を示すという、兵士脅しの意図の中に、テューポーンとゼウスの闘争神話も組み込まれている。しかし、ゼウスのテューポーンに対する優位性は、他の文献でも見られるわけではなく、特に、 テューポーンがゼウスを無力化するアポロドーロスの物語は、ウーラノスがクロノスによって虚勢されたように、テューポーンによるゼウスの虚勢を物語っていると指摘されている。古典学者アーサー・バーナード・クックは、大腸、ゼウスにおいて、テューポーンがゼウスの鎌を奪って、ゼウスの手足の剣を切除する神話は、ゼウスの虚勢を遠極的に表現したものであると結論している。 またクックはゼウスも自分の子供によって虚勢され、配位される運命にあると考えている。こうしたギリシア神話の王権争奪神話及びゼウスとテューボーンの闘争はフルリ人の影響を強く受けた筆体ト神話と多くの類似点が認められる。筆体ト神話では4代にわたる王権争奪神話が語られている。まず、天空の最高神アラルは、 天空神アヌに敗れて逃亡する。その9年後、今度は、アヌ人に反旗を翻した我が国丸美が、不審の男性器を噛みちぎって虚勢する。その際、国丸美は飲み込んだものによって見柱ないし五柱の恐ろしい神を見ごもるであろうとアヌは予言した。これを聞いて、国丸美は吐き出そうとするが、しかし、国丸美の体内ではすでに天空神デシュブが成長している。 やがて生まれた手主部は、クマルビと戦って打ちまかし、敗位させる。王権を奪われた、クマルビは、巨岩との間に、巨人、ウルリクムミを設け、海で秘密裏に育てて復讐しようとする。神々は、ウルリクムミの巨大な姿に恐怖するが、エアガミの助言により、天地を切り離したノコギリでウルリクムミの足を切断した。ヒッタイト神話の天空神アラルに相当する神は、 ギリシア神話には見当たらないが、反径を翻した我が子クマルビに虚勢されるアヌは、反径を翻した我が子クロノスに虚勢されるウーラノスと、アヌに反乱を起こすクマルビはウーラノスに反乱を起こす。クロノスと、クマルビに反乱を起こすテシュブはクロノスに反乱を起こす。ゼウスと、神々を脅かす巨人。ウルリクムミは神々を脅かす巨人。テューボーンと、それぞれに対応している。また、 この物語に登場するハジさんはカシオス山のことである。しかしながら筆体と神話がどのようにしてギリシアに伝わったかは今のところ不明である。ありがとうございます。